ヤッホー、長野からこんばんは。こんばんは。服パラビアン、よくわかったね。正解、パラビアンの服です。よくわかったね。よくわかったね。めっちゃ髪束ねてる。めっちゃめっちゃ束ねてる。そうね、めっちゃ束ねてるね。どうも。昨日さ、ショールームですごい学校の話したじゃん、中学の話。そしたら夢でなんか合唱コン出てる夢見ちゃった影響されすぎ。そう、合唱コンの夢見た。カチューシャもしてるよ。白戸くん登場した白戸くん登場しなかったわ。イヤリングだよ。ちょっと男子、私はちょっと男子って言わないタイプ。ひしひしと黙って圧をさ、圧をかけるタイプだった。結構さ、女の子さ、ちょっと本当に歌ってよって怒る男子いるじゃん。私は言わないの、本当に察してそう、プレッシャーを与えるタイプだった。本当にその基本私もあんまり合唱コンとかそういうイベントが好きじゃなくて。そうなの。だからあんま乗り気じゃないんだけど、まあ歌うは歌うんですよ。だけど本当に歌ってない俺かっこいいみたいな、みんなと違うことやってる俺かっこいいって思ってる男子いるじゃん。いるじゃん。そのそれでもなかっこつけてるみたいな、まあ、そういう思春期、そういう男子がマジで嫌いだったから。そう私はだからそういう男子、そういう男子はちょっと男子っていう女子に言われて、俺注意されても俺は聞かねえぞっていう感じじゃん。そうだから私は言わないの、注意もしないので、無言で、本当にお前らそれでいいのって無言で圧を伝えるタイプ。むしろ言われたいがもうそれはやばいそう、あとすごい最低なん、そう最低というかあれなんだけど、私はその中3の時にそのクラスですごい中心的にいる男子がいて、でそいつはまあ、運動とかできるし勉強もできるタイプだったから、本当になんかクラスのザ中心って感じの人だったので、その男子と私小学校一緒だったの。だからその普通に話せるから、話せるっていうか、だからその人にあのちょっと言っといてってあの丸々くんさ、なんで歌わないのかマジ理解できないから、ちょっとあんたから言っといてくれないって言ってそう、私は遠回しに、遠回しでその幼そうクラスとのカースト最強系男子が同じ小学校だったから、そう私あんま自分で言うの得意じゃないから、頼むよって言って言ってた。そんな感じですほんとにさ、いるよね歌わない人って。ピアノ弾けません、ピアノ弾ける人っていいなってマジで思ってた。このタイミングで月刊陸上競技さんの連載がアップされました。今アップされましたぜひ皆さん
見てください。通知が来ました。通知来ましたよ皆さん。じゃあこのショールームが終わったら月刊陸上競技さんの私の連載見てください。本当にみんな見てくれてるの？本当に見てる？マジで見てくれてないでしょみんな。読んでちょうだい。今日はちょっとなんかね大変なの。すごい、どういう感じの、なのこちゃんの4 years の連載本当に面白かったです。本当にいい子だね本当にいい子。先日4 years さんの記事出したのでもうじき載りますよ。やりますよ、よろしくね。穴開くくらい見て本当に どうしよう。富士山女子駅伝音声で聞かなかったの後悔してます。あら、そうなの？副音声ってすごいさ、もう自由だから超楽しいのマジ楽しい、なんでもし放題じゃんそう、ナーピオのコップです。飲んでるのは水っていう超普通ねえみんな本当にもう連載読んでほしい。本当に大体さ一つの記事書くのに 4,5 時間かかるんですよ。だから読んでって思いながら、そう読んでね。今読んでるの？今読んでるの？本当に器用だな。記事はパソコン、スマホ。めっちゃ忙しい時はスマホ、移動中とかに書けるから。だけど時間がある時は基本パソコンで書くようにしてて、なぜならばその私パソコンあんまり有効活用してないんですよ。だからパソコンで本当はいろんな使い方があるんでしょうけど、私はあんまり使い方を理解してなくて、とかいっぱい来たりして、なんか結構そのね通知来たらツイッターとかさインスタとか見に行っちゃうし、 LINE とか来たら見ちゃうし、でその流れでなんかどんどん SNS チェックしちゃったりして、なんか脱線しちゃうことが多いんだけど、パソコンだと私の場合は誘惑がないから3時間とか集中すれば書けるし、基本そうだね3、4時間ぐらい、3時間ぐらいかな、めっちゃ頑張って集中したら3時間ぐらいで提出して修正してっていろいろだけど、そんな感じです。まあまあ下調べ、そうだねそうだね下調べ、でも普段からがこれ書こうとかは思ってるんだけど、そうこれ書こうって決めたものでもなんかその誰なんだろう、自分書きたいって思ってた記事が他のライターさんが最初に書いちゃったりとかはすごいあるから、そういろんなんか後出しっぽくなっちゃうのが嫌だから、それがすごい大変。自分がこれ書こうって思った記事が、あっこの人書いてるみたいなそういうのがあったりするから、でもさすがにちょっとアイドルの話とかは私しか書けないから被ることないけど、まあまあボツになった作品文章とかは結構ある。
握手会全然やってないね。なんかさ、握手会がさ延期になったらさ、今まですごい、はあそうかってなったけど、もうさファンの方も割と握手会延期になることに免疫がついちゃってるのが悲しいなと思う。私もそうだけど、あ握手会延期か、もうそうだよねってなっちゃう状況が、そうファンの人の方がもはやなんかもう強くなってるよね。そりゃそうだろみたいなそんなもんやろみたいな、そりゃ中止だろうがみたいなことでファンの人がなってて、そう、そんな状況になっちゃったのは悲しいなって思うな。淡い期待すら抱かない。そうだよね、そうなっちゃうよね、ここまで来たら。本当に最後クリスマス、本当マジ、あのクリスマスのみんなでサンタさんのコスプレした時が最後だったの？マジ？全然、そうなんだ、やば、悲しい。そうだよね、悲しいね。劇場公演してほしい。そうだよね、劇場公演したいけど、あれほど密集しているものはないよマジ、本当に鬼密集じゃんファンの人もそうだし、ショールームしかできないですよ本当に。席1個ずつ開けるとか、ビンゴとかどうするの？どっちにしろ半分になって150人とか120人になってもそれなりに人は集まっちゃうよ。だからまあしょうがないね。これは下目ツインテだと、はい本当は三つ編みだったんだけど、ちょっとうまくできなくてやめちゃった。ありがとう。お久しぶり。そうショールームいろんな髪型しようって思ったの。今日は何歳の設定？22歳です。あれよな、もう22歳がさ、全然若くないよって言われるのが辛いわ。最近の悩み、ファンの人に若く見えるねって言われるのがマジな悩み。22歳って若いやんって思っちゃうの。昨日も言ったね、これ。そう、本当に割と悩んでるんだ。どうしてこんな若く見えるねとか若返ってるねって言われるんだろうって思って、ファンの人は悪気ないのは分かってんのだけどそれ多分22歳が若くない年齢だから言われてるんだろうなって思うの。そう、ああ悲しいぜ。アイドル気じゃん。アイドルでも22歳って若くない若いでしょ。みんなどんだけ中学生とかが好きなの？まあ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 。陸上気じゃん。どういうこと？
どういうことですか。でもマジさ、自分がさ中学生ぐらいになってからさ、駅伝面白いなって思って見るようになったんだけどさ、そういうふうに見始めた頃の選手が今さ実業団でキャプテンとかやってると、え、時の流れってマジで思うようになった。そう、自分よりすごい年上で、あの時大学生として箱根を走ってた選手が今じゃ実業団でキャプテンをやってて、ビビる。そんなことあるかって同い年が監督になってます。マジマジ。でもさ結構今さ若い監督多いからさ、上野さんとかおいくつだっけ、34とかだよね。立教大学の上野さん、そう34歳だよ。34歳で監督されてるんだよ。酒井さんって何歳で始めたんだろう。めちゃくちゃ若いよね。あ、え、酒井さんです。今43歳でしょ。若っ若っ。監督もそういう時代ですえ、國學院の前田監督といくつ、調べよう。42歳、若いわ。そういう世代です。だって麗澤の山川監督とかも若いよね。山川、山川さんはいくつなんだ。35歳。監督をされていますよ。あ、藤原監督何歳だろう。中央、そうだよね、今若い監督多いね。若いわ。中大のルーキーえぐいよ。そうなんだ。もうさ1年生入ってきたのに情報がなさすぎて、え、今日180人もコロナが出ちゃったんだ。東京で180人以上、やば、マジやばいじゃん、マジ。もういつになったら収まるの。いつになったら収まるんですか。お家にいよ、もうお家にいすぎてお家にしかいないよ、むしろ。ほんとに ね。でもそれなのにさ、そう、お家にいるのがうずうずして友達と遊びたくなっちゃう病の子が結構いるわけじゃん。若者に限らず。だからさ、みんなもお家にいよ。本当に自分は大丈夫だからって思ってる人がいっぱいいたら意味ないんだよ。って思っちゃう。自分は大丈夫だって思ってる人がいっぱいいて、みんなが外に出てたらダメなのよ。本当に。みんなダメだよ。私がどんだけ家にいると思ってんの
ックキューブ極めよう。そうだね。どんだけ私が家にいるのよ。私在宅だよ、在宅すぎる本当に。でもさ、どうしても出勤しなきゃいけない人っているじゃん。例えば電車の運転手さんとか、そういうさ電車系とかバスの人とかさ、もう絶対出勤しなきゃじゃん。そういう人たちはさ大変だよね、マジで。そう、皆さんは大丈夫ですか？そうだね、医療関係者もそうだし、本当に私の友達にもさ何人か医学部通ってる人が今いるんだけどさ、大変だろうなって、今どういうことしてるんだろうって思っちゃう。あたふたしてるのかな医学生だからまだ何もしてないだろうけど、絶対出勤しなきゃいけない感じの仕事の人、あら大変ね。ああ宅配業者さんとか大変だね。みんな大変だ。仕事できる先にはマジで最近さ通販買うのもためらっちゃう。家にいるとさ、外出しないってなると通販がいいじゃん、したくなっちゃうじゃん。まあ新潟はウーバーイーツとかないんですけど、なんかそれこそネットスーパーとかさ、いろんなアマゾンとか楽天とかいろいろあるけど、それを自分が頼むことによって宅配業者の人が働くわけじゃん。外出なんか動くから、なんか申し訳なくなっちゃってさ、通販すらなんか買う買わんなんかやめてる今そう、別にそんなね、私一人ごときで別にねどうってことないんだろうよ。私が一人そんなアマゾンで買い物したところで宅配ないだろうな、だろうけど気にしちゃうよね。そう、今やめちゃってるもん。9点で買い物したいとか思ってもやめてよそれ欲しいな、これ欲しいなって思いながら見てるの今。いつもさこうやって携帯見てさ、あーあれ欲しい、この化粧品欲しいな、いいないいなとか思っても、なんかまあ気持ちが乗らなくてやめちゃう。あつ森はそんなにやろうと思わないんだよな。久しぶりに奈々子様の声を聞く。スイッチを買おうと思わないんだよね。
ショールーム見れるのもいいこと。これさ、ショールームでなんか初見さん、ビギナーとかさ出てくるけど、これは あの私の配信を見るのが初見ビギナーなのか、ショールームを見るのも初見さん、ごめん、なんでもないわ多分私の配信を見るのが初見ってことだよね。多分ショールーム自体、他のメンバーの配信も見たことないです的なことじゃないよね。初見さんどうも、リラックマ農園今やってますよ。ビギナーはレベル1だってような気が。そうなんだ、リラックマ農園をして。でもね、リラックマ農園別にやったところでね、もうほんと単純作業なの。別に何が行われてやったら何が起きるとかじゃないんだよねマジな話を言いますと、まあ今やってるけどさ、ゲームって所詮そんなもんだよ。新潟寒い、マジで前より寒い気がするな。そう、作業ゲーム、そう。単純作業、うん、単純作業平気なんだよね。全いちごなんてすぐ収穫できる、やってますね、リラックマ農園。いちごは早いよいちごはすぐ収穫できるからね、リンゴとかね。やってますね、ななこ様、ななこ様、ななこ様だって。あの食パンの賞味期限が、消費期限が明日だからでさ、言った、そう、そう、1位がチャプチェってことはみんな知ってると思うので、2位がたまごサンドなの、実は。そうで、 3位はちょっとあんま定まってないんだけど、とりあえず1位2位がもう不動の、もうチャプチェ、卵サンド決まりなの。そうで、チャプチェは作り方が分かんないから卵サンド作ろうと思って、でここから作るじゃん。ゆで卵作ってこうマヨネーズとかさ、バターとかさ、もうこう入れてガーって混ぜて卵サンドを作るわけじゃん。もう私さ、失敗してさ、ゆで卵をその作った時にちょっとどころじゃなく、だいぶ半熟だったの。そうだから、うわ最悪だなって思って、もう半熟っていうか、もう温泉卵みたいなやつで、そう、これは普通に私がなんだろうな、ご飯の上とかにかけたらすごい美味しいじゃんぐらいゆで卵で、そう。でもこれもこれでありじゃんって思って、でも白身はちゃんと固まったんだよ。だから不思議なんだけど、白身は固まったのに中が全然半熟で、まあでもとりあえずぐちゃって混ぜてマヨネーズとか入れて、あ、マヨネーズはその段階で入れてないわ。とりあえず卵を細かく切ってたの。そうなんだけど、もう黄身がもうなんだろう、もう液体状みたいになっててもうこれはダメじゃんってなっちゃって、これも多分本当に食べたら美味しいんでしょうよ。もう
本当にこれは本当にシンプルに美味しいんだろうなって思ったの。だけど私が目指している卵サンドじゃないからちょっともういいやと思って電子レンジで火を通そうと思ったの。ちょっとだけね。卵サンドって言ってもさ、いり卵をさ細かく切るタイプの人もいるじゃん、お店では。そう、ゆで卵の人もいるけど、スクランブルエッグとかさ、こうなんか何あの卵焼きみたいなものをさサンドイッチする人もいるし、だからまあちょっと電子レンジで火を通そうと思ったら私はもうガッチガチに火を通しちゃってそう、もうマジガッチガチガッチガチに火を通しちゃったの。だからああ失敗したなと思って、まあでもとりあえずマヨネーズを入れてちょっとバターやって、で大体あのねチーズを入れたら大抵のもの美味しくなるじゃないですか。だからチーズを、とろけるチーズをちょっと入れてガーって混ぜて卵サンドに入れたら結果美味しかったですっていう話でもちょっと写真見てほしい、写真ちょっとねうまく撮れなかったんだけど、あ待って反射しちゃうんだけど、え待って真っ白じゃん、どうやったらいいの真っ白じゃん、ま、映さないよどうあ待っていけるいけるいける、こんな感じ、結構美味しそうじゃないっていう話です。なんかその結構あもう失敗したと思ったけど平気でしたっていう話でした。そう美味しかった。でも私はちゃんとこうゆで卵から作ったやつが好きだから、そういうことですよ。そう、それなりになったんですちゃんと。そうイエーイ。ゆで卵ってさすごい好きなのだけどさ、食べる時間に対して調理時間長くない？関係なく終わっちゃうのに手間かかるよねって私は思っちゃう。なんか殻むくのマジめんどくさいじゃん。正直さスクランブルエッグとかもう卵ジャーって入れてガーって混ぜればいいじゃん。ゆで卵ってさもうあんなもう4口ぐらいで食べ終わるのにさこんなに時間かかるのって思っちゃうの。そう手間かかる割にって思っちゃう。でもすごく好き、美味しいよね。まあ料理はそうだよね、みんなそうだよね、インスタント系以外そうだよね。今来た、どうも。ベンチング基本です。そうね、でもさ、なんか今いいオーブンが欲しい
でもね、私すっごい今欲しいものがあって、そのレンジとオーブンとかもいろんな機能が入った電子レンジが欲しいの。そう、実はね、私ね NGT 入った時に、そのなんだろう、こんな言い方良くないかもしれないけど、そんなに家事しないでしょって思ってたの。だから電子レンジももう一番本当に安い、もう温めることしかできないやつを買ってて、でも意外と NGT 入ってから自分がそのなんか、例えばバレンタインの時にメンバーにチョコ作ったりとか、意外とオーブンが欲しい、オーブンがあったらなって思うことがすごいあって、そう、そうなの。それなのにさ、意外とだってオーブンがあったらクッキーとかさ、いろんなことができるじゃん。私今レンジで持ちたのかな、いつもさお菓子とかさ時さ、レンジで電子レンジでもできるクッキーとかに調べてんの。そう、だからそれがちょっとあれだよね。だからオーブン機能がついた電子レンジ欲しいなって本当3年ぐらいずっと思ってんのマジでもう長い間そう3年ぐらい思ってんの。 それなのに買ってないっていうね。そうなの。でも通販は使わないレンジが欲しいな。だってさ、もう NGT 入ってからさ、 NGT に合格してから2週間後にもう新潟に住まなきゃいけないっていう感じだったから、もうそとにかく家具とかももう一番安いやって、もうとりあえずすぐ準備できるものしか買ってなくて、そう、もう必要最低限あればいいみたいな、もうカーペットも一番安いやって、もうとにかくすぐ準備できるやつみたいな感じだったから、そうなの。でも一人暮らし楽しい。私マジホームシックとかなったことないんじゃないかなってぐらいまあそうだね、ホームシックになるっていうか、もうだいぶ私実家にいることが多いからかもしれないけど、そうなの、それなりに帰ってるからそうなの、ホームシックにならない。エンジョイしてるんやね。そうね、エンジョイって何実家に帰ってるからね。そう、え、明日新潟10度いかないらしい。マジまた寒くなっちゃうの。今は実家に帰れないよね。そうね、帰れないっていうか帰らない。だって嫌じゃない、自分がもし感染したら。自分の菌持ってたら嫌じゃん、こういうに移っちゃうじゃん。だから行かないの。テレビ電話は友達としてます。でもさ、テレビ電話ってさ、私本当に仲いい友達としかできないの。ちょっと仲いいとかそういう友達とはできなくて、マジ仲いい人しかできなくて、そうだからさ、あんま
しないんだよね。そう、私その2人でご飯とかももう仲いい、本当に仲いい子しかできない。例えばなんだろう、うん、そうだね、学校、学生時代もなんかね、本当に2人でご飯とか2人で遊びに行くっていうのは相当仲いい友達でしかできなかったな。3人とかだったら全然いいんだよ、誰かが間に入ってくれるから。私ほんと沈黙が耐えられない人だから、そう、メンバー以外で2人でご飯行くっていうのはマジでない。ないね。そう、2人はさ会話が続かないと、むしろその会話がなくても沈黙が、なんだろう、沈黙すら平気っていう友達としてじゃないといけないかな。人見知り人見知り、でも私ね、人見知りで今は自分で、あ、自分人見知りなんだなって分かってるけど、ずっと自分は人見知りじゃないって思ってたのやばいよね、なんで知らなかったんだ。親に言われて気づいた、あ、私人見知りかも。そう、ずっと自分人見知りじゃないって思ったのなんかね、でもそれを今思い返せば、まあ人見知りだなって気づくんだけど、まずその人見知りを発揮する時期ってあるじゃん、4月入学式とか新しい環境に行く時とかクラス替えとかさ、4月がやっぱ人見知り発揮期間じゃないですか。それでそう、時期じゃん人見知りって、4月ってほんと人見知り時期じゃん。で私はもうその小学生の入学式とかもうこんなん子供すぎて、もうね、小学生、小学校の入学式なんてもうさ、みんなさもうね、わけわかんない状態じゃん、子供すぎて、そんな人間関係とか悩む時じゃないじゃん、子供だから。だから小学校の入学式は平気だったんだけど、で中学、ん違うな、小学校6年生の時、東京に転校した時に人見知りをね発揮するのかなって思ってたら、その私が転校した小学校がもうその本当に一クラスしかなくて、そのマジ人数が少ない小学校だったの。だからめちゃくちゃ大歓迎されたのね私そう、東京の子はさ怖いのかなとか、みんな混ぜてるのかなって思ってたら、もうみんなやっとうちの学校に転校生が来たみたいな感じだったからめっちゃウェルカムで、そう、もう本当に貴重な扱いをされたの、もうよく来てくれたねみたいな感じだったから、別にそんな人見知り、周りのおかげで人見知りを発揮することもなく、で中学の時もね人見知り発揮するかなと思ったんですけど、さっき出てきたクラスの中心的男子、そう、もう明らかクラスの中心にいる男子と小学校が一緒で中学も一緒だったから、その人しか一緒じゃなかったの、そう、一緒の子が小学校から中学校に上がる唯一の友達、知り合いだったから、だからそれなりに話すわけですよ。だからそのそいつその人のおかげで、別にその子が結構社交的な人だったから自然と、まあ中学の人とも仲良くなれて、そうその人がめっちゃ人脈広め、どこでも仲良くできますっていうタイプだったから、やっぱちょっと強めな子がさ
知り合いだとさ、やっぱ自分も人脈自然と広がっていくから。で、だから今までね、全然私は人間関係に苦労してこなかったの今まで、小学校から中学まで自然と周りのおかげで人脈を作ることができたの。さて、問題は高校ですよ。高校に入ってもう誰も知り合いはいないってなった時に、スタートダッシュって言ったらあれだけど、なんか私本当に全然知り合いがいなくて全然話せなくて、そこでは自分は人見知りなんだって気づいた。そう、スタートダッシュ失敗したそうなので、スタートダッシュ同じく失敗したのが東京女子流の庄司メイなわけですよそうなの、そうなんですよ。一緒にスタートダッシュ失敗しててそしたら今でも仲いいんですよ。そういうこと、そこでつながったのかそういうことなんですよ。そう、スタートダッシュ失敗した者同士でそういうことよね。で、今に至る。私は人見知りでした。いや、あのさ、みんなに聞きたいんだけど、さ、私はさ、高校卒業してもメイとさ、今でも会ったり電話したり仲いいけど、その皆さん今でも会う学生時代の友達って何時代の友達が一番多い？小学校の時の友達と今でも会う人が多いとか、中学の友達とは今でも会うとか、高校の時の友達と今会う、大学とか、高校、大学、高校、中学ね、やっぱさ、小学校っていなくない？私もそうなの。ね、わかる？あ、大学、え、小学校ってマジさ、友達と会わなくない？年一ぐらい、いや、会ってんのかい、年一で会ってるんだ。中学ってマジで会わないよね。私も高校の友達、まあ言うてメイしかいないんだけどね、今でも会う子は、今でも会う友達はメイしかいないけど、小学校の友達はマジで一人も会ってないなと思って。中学、私もね、私も高校、私は一番会うのは中学の友達なんだけど、なんかね、中学の友達はその家が近いから、だいたいみんなそのね、固まってるじゃん、地域が。そう、だから私は中学の友達と会うことが多い。あの、簡単に会えるから、連絡すればすぐ来てくれるからそう、高校の友達はさ、本当に仲いいと会わないよね。家が遠いからさ、わざわざ会うっていうのもさ、ないし。同窓会、私の学校はみんなそんな、あの、他人に興味がない人だからいい意味でね、そのなんか結構今が楽しいっていう人が多いから、あんま同窓会とかないんだよね。まあ1回だけあったけど、頻繁にやらない。うん、あと単純にその漢字、まとめる人がいないっていうのもある。そう、単純にそういう人が多い。まあ、一応幹事はいるんだけどね、そういう幹事やりたい人みたいないて、
それが私とすごい仲いい友達なの。超可愛い子なんだよ。そう、カースト上位系いるんだけど、え、紹介してダメです。その子はもう本当エリートあのエリートな人生を送ってると某有名な高校行って、今は某有名な大学に行って、で今某有名な職業についてっていう、もう本当に本当にああいい人生を送ってるって感じの子でも小学校の時から、あ、中学の時からすごいちゃんとしっかりしてる子だった。あ、本当にアナウンサーになりそうな感じの感じ、そんな感じです。紹介してあげれないよ紹介しないよ。すごい可愛くて、もう笑顔が可愛いの、もう本当にいい子、みんな大好き、その子のこと。その子はね本当にすごいいい、いい子。あの生徒会長とかもやってた。そう、うちの学校生徒会長女の子だった。たまたまだけど、その年運動もできて、その子が今でも漢字やってくれてるけど、そんなその子もね漢字で動くタイプの子じゃないんだよね。でも今思えばね、うちの中学はなんかほんとみんなちゃんとしてたなって思うわ。70人ぐらいしかいなかったんだけど、学年がね、一学年60人、70人いたかな、それぐらいだったんだけど、4人医学部行ったの。すごくないこれ。あ、普通なのかなわかんないけど、私は周りがわかんないけど、それで聞いた時4人も行ったんだと思って、今思えばすごいなと思った。私立じゃないよ、普通の公立だよ。中学年440人、やばやば、え、中学だよ、そんな多いの。そうな、6クラス3クラスしかなかった。そうね、ビビーブームとかクラス少ないのかな。一クラス300人もう絶対嘘じゃんもう嘘すぎて一クラス300人ってもう面白すぎるでしょ絶対クラスのみんなの名前覚えられないよそうだよね、5時だよね、30人だよね面白い。でもうちのクラスほとんどが男の子だった。女の子がすごい少なくて、クラス40人多いね。40人って多くない？私の学校が少ないのか。クラスの名前がいろは、え？1年い組みたいなこと、やば、すごいね。私 ABC だよ。で、それを誰だっけな、誰かメンバーに言ったら、え、 ABC 東京は ABC なのって言われて、ドラマみたいって誰かに言われたんだよね、メンバーに。誰だっけな、そんな、なんかかっこいいねって言われた、誰だっけな、忘れちゃった。
C です。3年 B 組。なんか B 組っていいよね、かっこいいイメージある。なんかさ、 D 組 ABCD ってあるじゃん。私のクラスはなかったんだけど、学校はなかったけどさ、高校はさ D 組まであって、 B と D がさややこしいじゃん、聞いてて。だからさ、先生は D 組って言いがちだよね。それでメンバーじゃなくて、生徒がいじるよね。3年 D 組って先生はさ、めっちゃさ、分かりやすく言うために言ってるんだろうけど、それがなんか面白いんだよね。D 組ってダサいよね。私 D 組だったけど、高校の時 D 組になったことあったけど。面白いよね、そういうことあったわ。 ABC D 2年 D 組。懐かしいわ。すごい、 M さん、 M たかしさん、わかります？皆さん、モノマネ芸人をされて、川内さんのモノマネされている方なんですけど、 M さんが私の連載をリツイートしてくれてる。優しい。マジで今まで出会った人の中で一番、今言ったモノマネ芸人の、陸上系モノマネ芸人の M たかしさんと、舞台とかでお世話になっている、演出家の吉田さん、知ってる吉田さんって。イルミナスとかリップスっていう団体の方なんだけど、私が舞台やるときにいつもお世話になっている演出家さんで、3人目、これ友達なんだけど、東京パフォーマンスドールってわかります？の脇あかり。もう優しさでできている人、私のそのザ優しい、三重師。そう、優しさでできている、かな。西村的思う。もうほんと私の周り優しい人がいっぱいいるんだけど、特に優しい3人、脇あかり、 M さん、吉田さん。覚えてて、テスト出るよ。増田さんも優しいね。増田さん優しいよ。タムジョは話したことないからわかんないよ。これテストに出る。M さんマジで優しいよ、本当に。あとは優しい、もう優しさでできている人、誰だ。そのテストをいつやるか。いつかやりますよ。ね、もう吉田さんマジや、もうやばいから。私心配してるの、吉田さん本当にいつか詐欺に遭っちゃうんじゃないかって本当に心配してる。マジで今でも心配。本当に優しすぎて。もう本当に。ね、言っといて吉田さんに。吉田さんに会う機会があったら言っといて。七子が心配しましたって。絶対騙されちゃいそう。あ、いいよ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 っていうタイプ。本当に。あ、なんかちょっとマリナちゃんっぽいかも。あ、なんかいいよいいよ、全然いいよ、うんうん、いいよいいよ、うん、大丈夫大丈夫っていう。本当そう。NGT でマリナちゃんみたいな人。
うんうんうん、そうそうそう、うんうんっていう、あ、全然大丈夫、あ、自分やっときますね、うんっていうタイプ。本当にそう、そう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 、マリナちゃんのそうそうっていう回数調べようかな。そう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 、うんうん、大丈夫だよ、全然大丈夫大丈夫、うんうん、そういう時もあるから、うん、辛かったよね、辛いよね。じゃあマリナちゃんの優しいエピソードここで一つ言って終わりにしようかな。さて、あのね、この前のちっちゃいもんクラブと大きいもんクラブでその DMM 配信したじゃないですか、劇場で。その時にさ、シュークリーム、ロシアンルーレットをしたんですよ。で、あのわさび入り、からし入りか、からし入りのあのシュークリームを食べたらアウトってやつで、でリハーサルでは15個中1個かな、2個か、2個からし入りが入ってたの。リハもう、マリナちゃんは全然美味しいシュークリームを食べた、19ボックスみたいにあるんですよ。そこからもう胃薬を大量に持ってきて、水持ってきて、あ、もう辛かったよね、どうしようどうしようってマリナちゃんが言ってて、いや優しいのは分かるんだけど、マリナちゃん食べてないのにどうして一人でどうしようどうしよう言ってるんだろうって私は思ってね、そう苦しむミハルとカエリちゃんの横でずっと、そう大変だよね、どうしようどうしよう、胃薬はあるんだけどどうしようどうしようってずっと言ってて、そう、辛いよね、大変だよね、あのスタッフさんにからしの量減らしてもらうように言っとくから、そうだよね、減らした方がいいよね、大丈夫、本番寝れる、もうずっと言ってて、でスタッフさんにもちょっとあまりにも大変そうだから、からしの量減らしてあげてくださいってマリナちゃんが言ってて優しいのはもちろん分かったんだけど、ミハルとかカエリちゃんよりあたふたしてるマリナちゃんが面白かった。もうずっとなんかずっとそわそわして、大丈夫大丈夫、大変だよね、大丈夫、水足りる、ふんふんふんってっていう面白かった話。そうずっと誰よりもそわそわして、もうそうだよねそうだよね、そう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 って言ってました。なんならもうミハルとかカエリちゃんはもう全然普通だったのに、一人で慌ててたっていうマリナちゃんでした。ということで、ちょっと時間オーバーしちゃったんですけど、ショールーム終わりにしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。はい、ということで、じゃあね。